こんにちは、エレコアチャンネルのさきです。今回は足が別人級に変わる股関節ストレッチをやっていきます。太ももが太いのも気になるし、ふくらはぎもパツパツだし、足首もくびれがないんだよね。そんなお悩みを一気に解消するプログラムとなっています。辛い運動なしで気持ちよくストレスなくできるストレッチとなっているので、ぜひ動画を見ながら私と一緒に動いてみてくださいね。それでは始めましょう。まずは座った状態で両足をのつま先を持っていきます。つま先持つの難しい方はももの裏側を持つのでも大丈夫です。このまま背中を丸めたり伸ばしたりを繰り返していきます。息を吐きながら丸めて、吸いながら伸ばします。はい、骨盤と股関節を一緒に動かしていきます。難しい方はももの裏を持って行っていきます。呼吸も一緒に行っていきましょう。息を吐きながら丸めて、吸いながら伸ばしていきます。どうしてもこの動き難しいという方は椅子に座って行っていただくのもおすすめです。はい、あとは少し続けていきましょう。はい、OK です。では次はふくらはぎをストレッチしていきます。片足の膝を立てた状態で座っていきます。はい、ではこのまま前に向かって体重をぐーっとかけていきます。この膝を立てている足の方のふくらはぎを伸ばすんですが、かかとを床にしっかりつけた状態で体重を前の足にぐーっとかけていきます。かかとが浮いてしまうとふくらはぎの筋肉が伸びなくなってしまうので、しっかりかかとつけていきましょう。息を吐きながら前に体重をかけます。さあ繰り返しを行っていきましょう。この辺が伸びてる感じがあれば大丈夫です。こんな感じです。はい、 OK です。では反対の足に変えていきます。よいしょ。はい、では反対の足も同じように行っていきます。はい、では前の足にぐーっと体重を乗せていきます。さあふくらはぎしっかり伸ばしていきます。息を吐きながら、なかなかこのふくらはぎも普段日常生活を送るだけで硬くなりやすい部分です。で疲れも溜まりやすい部分なので、ぜひこまめにメンテナンスをしていただけたらと思います。私もよくお風呂の中で足を動かしたり足首を回したりとか、こういった今日やってるようなストレッチを行っていますので、皆さんもぜひ隙間時間を見つけてケアしてみてください。さあふくらはぎをほぐしていきます。息を吐きながら、そうストレッチされているのを、感じながらやっていきましょう。 OK です。では座った状態でいきましょう。次は太ももの前側の筋肉をストレッチしていきます。じゃあ片足の足首を持って、で自分のお尻の方に向かってかかとをぐーっと近づけるようにしていきます。はい、この太ももの前側も、すごく硬くなりやすい部分で、ふくらはぎと同じように硬くなりやすいところなので、こうこまめにストレッチをしていただくといいかなと思います。で硬くなると骨盤のにも影響があるので、姿勢が悪くなってしまったりとか、あとは反り腰の原因になってしまうので、綺麗な姿勢や、ボディラインを作るためにもストレッチをやっていきましょう。深呼吸しながらゆっくり伸ばしていきます。はい、結構痛いと感じる方も多いんじゃないかなと思います。あと少しです。
OK です。では反対に変えます。よいしょ。じゃあ反対もかかとをお尻の方に向かって近づけます。では反対側も伸ばしていきましょう。さあかかとをお尻の方にぐーっと近づけて太ももの前側をしっかり伸ばしていきます。でこのお尻にかかとがつかないっていう方、結構離れてしまっているという方は要注意です。すごく太ももの前側硬くなってしまっている可能性があります。ただ今硬くてもストレッチしていけば必ず柔らかくなっていくので大丈夫です。はい、さあじわじわ気持ちよく伸ばしていきましょう。太ももね、このあたりピリピリっとする感じがあるかなと思います。いいですね。あと少しです。はい、 OK です。では今度は、膝を四つん這いになります。でこの状態からお尻を後ろに向かってぐーっと引いていきます。そしたら今度は少しお尻に力を入れて尾低骨を下にぐーっと巻き込むようにお尻にぐっと力を入れていきます。骨盤の筋肉、骨盤周りの筋肉のバランスを整えていきます。息を吐きながらお尻をしっかりと引いて、はい、元に戻していきます。でお尻を後ろに引くときに股関節、この足の付け根のところから曲げるということを意識していただきたいです。ふう、さゆっくりで大丈夫ですよ。気持ちよくほぐしていきましょう。でこの時に肩とか首に余分な力が入らないように深呼吸してリラックスして行っていきます。OK です。ではこのまま今度は片足を前に出していきます。はい、この状態で体を前に倒していきます。足の膝の上に手を乗せていきましょう。この体勢で、もし手がつける床につける方は床に置いていきましょう。難しい方は膝の上で大丈夫です。ももの裏側しっかりほぐしていきます。この裏側の筋肉も骨盤にくっついている筋肉で、硬くなると骨盤が後ろに傾いて猫背の原因になってしまったりするので、こうも柔らかく保つことがすごく重要になってきます。はい、あとは硬くなると腰痛の原因にもなってしまうのでしっかりほぐしていきましょう。深呼吸を続けていきます。もう少しいけそうという方はちょっとずつ体前に倒していきます。とにかくできる範囲で気持ちよく、行える範囲で大丈夫です。 OK、 よし、じゃあ反対に変えていきましょう。じゃあ左足を今度は前にしていきます。はい、では膝の上に手を乗せて、じゃあお辞儀をするように体を前に倒して背中をしっかり伸ばしていきます。はい、で床に手を置ける方は置いても大丈夫です。深呼吸しながらゆっくり伸ばしていきます。でちょっとバランス心配だなという方は壁に捕まってやってもらっても大丈夫です。ちょっと壁の近くで壁に片手で捕まって行ってみてください。この裏側の筋肉が結構こう硬いなっていうお悩みのご相談もよくいただくので、ここはですねちょっと時間をかけてしっかりほぐしていきましょう。はい、膝の裏側とかこうももの裏側あたりがこうピーンと伸びているのがわかると思います。はい、OK です。ではこのまま今度は足を横に伸ばしていきます。はい、ではこの姿勢のままお尻を後ろに引いていきましょう。はい、かか
かとの上にお尻を乗せるような感じで、この状態でキープしていきます。でこの姿勢、お尻をかかとの上に乗せたこの姿勢が辛い方は、もう少し起きた状態、お尻がを乗せずに手を前についてもらって、この姿勢でキープでも大丈夫です。さあ、ゆっくり内ももの筋肉をしっかりほぐしていきます。さらに余裕がある方は体を少しずつ前に倒していきます。ゆっくり深呼吸して伸ばしていきましょう。この内ももの筋肉もですね、結構硬くなっている方すごく多いので、ゆっくり伸ばしていきます。はい、ではラスト反対もいきましょう。よいしょ。じゃあ片足膝をついた状態で背中をしっかり伸ばして、お尻をかかとの上に乗せていきましょう。背中を伸ばしたままゆっくりお尻を地面に近づけていきます。難しい方は手を前に、両手を前についていただいて、この状態でキープでも大丈夫です。さらに余裕がある方は少しずつ体を前に倒していきましょう。私も今右左やってみて、この左の方が結構こう伸びてる感じが強くあります。こんな感じで結構左右差を自分でも感じる方もいると思うので、ちょっと硬いなと思う方は長めに行っていただくのがおすすめです。はい、そんな感じでこうストレッチをしながら自分のこう体の状態を、コンディションを知ることもできるので、そういう意味でも毎日のケアとしてストレッチを行っていただくのはすごくぜひやっていただきたいなと思います。皆さんお疲れ様でした。私はよく動画で股関節がすごく大事とお伝えしているんですけど、股関節をほぐすことと同じように股関節を使うこともすごく大事だと考えています。今回のストレッチと一緒に、私が過去にアップした股関節のエクササイズも一緒に行っていただくととても効果的だと思うので、ぜひやってみてください。私のチャンネルではバレエの経験とパーソナルトレーナーの知識から、心にも体にもストレスなくしなやかで美しいボディラインを手に入れるためのエクササイズ方法や食事について解説しているので、興味がある方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。さらに公式 LINE では自分に合うダイエット方法がわかる無料ダイエット診断を期間限定で行っているので、そちらも概要欄の LINE からお友達追加して受けてみてください。私の経営するパーソナルトレーニングスタジオプリマに興味がある方は概要欄のプリマのホームページをご覧ください。それでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。